ヨちゃん来るよ。こんにちは、親子に委員長の柴田です。衣装の蔵抜きです。天の声のプロデューサー、天 P です。今日はですね、先生、クラちゃん持ち込み企画でございます。クラちゃん何やりたいんだっけ？エラノボトックスです。エラノボトックスをやりたいんだそうですが、なぜ？もう歯の食いしばりがすごくて、マウスピースしてるんですけど、1年に1回破れちゃうぐらいすごく力が強いんですよ。4番外国人選手なのっていうぐらいの。なんで以前も打ってて、もう何年も打ってないんですけど、やっぱり最近またちょっと気になり始めて、目的としては何で？なんか糸でせっかく引き上がったのに、ここの筋肉が張ってて四角く見えるんです。先生、女性の欲というのは止まらないもんですか？ですね。どうですか、実際貼ってますか？ちょっと先生。ほぼ噛んでるかな。こっちの方が気になります。噛んでるから楽にしてる。出るんですよね。出ますね。動いてます。適応でしょうということでしょうか。やります。プラちゃんはその顔が四角く見える。先生、四角くはないですけれども、一応今食いしばってもらうとそうですね。エラは張ると。わかりますね。四角く見える原因にはなりますね。なるほど。で、プラちゃん今まで受けたことがあるんだっけ？あります。何回ぐらい？全部で5回ぐらい受けてます。結果は出た。出てます。なので、もうここ数年打ってなかったんですけど、最近またどうしても歯の食いしばりすると張ってきてしまうので、それで打ちたいなと思いました。その5回打った頻度ってどれぐらい？初めは1ヶ月に1回を連続して3回打って、その後だいぶ効いてたんで、数年打ってなかったんですよね。打ち始めが本当に二十歳ぐらいだったので、だいぶ間隔は空いてますね。ここまた数年打ってなくってっていう状態です。結構効いたなっていう印象はあるわけですね。あります。じゃあ先生、この後、注射のシーンもちょっと皆さんに見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一回力入れてみて。今ですか？実際にクラちゃんの顔を、アップにして、正面と斜めから力入れた、エラに力入れたシーンの動画も撮りましたので、こちらです。どうぞ。治療前、どこまでエラの力こぶが膨らむのかというのをやってみたいと思います。緊張してる。してません。表情がすごいこわばってるんで。じゃあ行きますね。じゃあ普通の状態で。で、両エラが張るかどうかは奥歯を食いしばると分かります。ぐっと力入れてください。動きました。やめて。ぐっと力入れてください。やめて。もう一回いきます。ぐっと力入れて。やめて。じゃあ左斜めから取ります。いきます。ぐっと力入れて。寄るね。やめて。ぐっと力入れて。やめて。ぐっと力入れて。やめて。今度は右のエラですね。力入れます。ぐっと力入れて。やめて。ぐっと力入れて。やめて。ぐっと力入れて。やめて。で、先生、プラちゃんとしては、実はもう一つおねだりがあるんですが、どこ、プラちゃん。この梅干し島です。シワが寄りますね。そこもボトックスの適用にはなります。どうですか、これ効果出そうですか？効果出せそうです。じゃあちょっとこの後も、カラちゃんにはその梅干しじわが寄る様をですね、動画で撮らせてもらいます。じゃあ梅干しじわを寄らせてください。なくして。寄らせてください。梅干しだね。もう一回お願いします。梅干しだね。力こぶみたいになってるね。
これが嫌と。はい。はい。じゃあそこも一緒に打ってもらいましょう。はい。はい。触ります。ここ噛んでください。はい。胸を注射します。あとは、顎を。これ先生、まず右のエラから。はい、右のエラから注射します。では、消毒します。エラちゃん、来るよ。消毒します。はい。痛みどうですか？全然大丈夫です。はい、じゃあ額のエラです。先生、刺す箇所は大体2箇所ですか？2箇所ですね。はい。はい、では梅干しじわをお願いします。はい、終わりです。はい、クラちゃん終わりました。はい、痛みは？痛み全然ないです。でも冷やしながらで、はい、まあ、刺す箇所もエラだと2箇所ぐらいずつだとそんな痛がる患者さんはいらっしゃらないですか？そうですね、もうすぐ終わっちゃいますしね。はい、今どう？力入る？今まだ力入ります。なるほど。それでこれ効いてくるのは大体どれぐらいからですか？そうですね、3、4日目からだんだんで、1、2週間でだいぶ効いてきます。はい。じゃあ、エラと梅干しじわの効果を今後も追っていきたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、今、エラボトックスの注射と梅干しじわの注射が終わりました。痛みはそれほどない？痛みは全然ないです。うん。そもそも、クラちゃんぐらい、まあ、いわゆる顔がシュッとした人でこの治療をやる意味ってあるのかっていう。シュッとしてるとは全然思ってないんですよ。おう。あの、その少しでも顔が小さくなればと思って。小さくないと。そうですね。いつぐらいから思ってるんですかそれ？いや、もう小学校ぐらいの時から思ってます。え、顔がでかいと思ってるの？思ってます。なんでちょっとでも顔小さくなることは何でもやりたいなと。何でも？どんなことを？例えば骨切りも一回考えましたけど、さすがにちょっと怖くて手出せなくて。周りからすればね、クラちゃんぐらいに顔がシュッとしてんだったらやなくてもいいでしょって、そんな悩まなくてもいいでしょっていうふうに思うかもしれないし、女性にとっては何嫌味なのみたいなところの話にもなったりしかねないんだけど、自分では全然思わない？思わないですね。昔からのコンプレックスなので。あ、今も美容針とかもたまに受けに行きます。コンプレックスがなくなることはない？そうですね、一生一生ゴールはないの？例えばその顔が四角く見えるっていうことに関して言えば、どことどこがなくなれば納得？そうですね、やっぱり今は半年ぐらい前にここで糸を受けてかなりシュッと引き上がったんですけど、うん、その分歯の食いしばりによるここの筋肉の張り出しがすごく気になっていて、せっかくスリムになったのに
ここだけちょっとボコッと出てるんですよ、うん、なので今だったらやっぱりここの筋肉が小さくなることでより顔がシャープに見えるかなと。それは逆にたるんだりはしない？たるんだりはしないですね。今までボトックスやった時もたるみはなかった？たるみはなかったです、うん、それは気にならなかったです。患者さんで心配する人いるじゃないですか。いますね。でも私が説明しているのはたるみと筋肉の張りはもう別物なので、逆に筋肉の張り出しがなくなってたるみが気になるんであれば、それはもうたるみの治療が必要な時期に来てると思ってます、うん、なるほど。エラの張り出しとはまた別だと。また別ですね。まあ結果が出てくるまで3、4日から1週間ぐらいなんですけど、またその頃にレポートしてもらって、はい、はい、今回よく分かったのは、まあ周りから見たらねシュッとしてるよねっていうような人でも、顔が四角いとかね大きいっていう悩みを女性は持って生きてるんだなということがよく分かりました。はい、セキュラーに語ってくれてありがとうございました。はい、じゃあ、また次回もレポートお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。